ビミアンソは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体。コマルカダテーラーでソネーラに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は8039人。住民故障は、ビミアンスス、エサ。ガリシア語ア者の自治体住民に占める割合は99.49%。サス、ドゥンブリーア、ムシイア、カマリーニャス、ラッシェノ。 各自治体と協会を成す。リミアン層はコルク病院司法管轄区に属す。自治体内には数多くの古代の巨石記念物が残されている。中でも、ペドラクベルタ、カソータデフレアンス、ペナモーラデモンテカルニオのドルメンはよく知られている。また、近年ボアージョやベルドイアスといった地区でペトログリフも発見されている。 ティーネス教区では1950年代にエステラでビターニスとして知られる墓石やローマえ引きの様々な埋蔵物が発見されており、これらはアコルーニャの考古学博物館で現在見ることができる。中世のものとしてはビミアンソ状が知られており、この城は極めて良好な状態で保存されており、訪れることができる。その他に16世紀に 防衛のための城郭として建てられたセレーションの塔と呼ばれる城がある。この城は発見されたサンティアゴの亡骸が最初に移されたとされる場所に建てられたロマネスク教会のそばに位置している。自治体市長はガリシア民族主義ブロックのマヌエルアンテイロッパソス。自治体表議員はガリシア社会党6、6ガリシア国民党4、4ガリシア民族主義ブロック、3となっている。 ビミアン層は14の教区に分けられる。ありがとうございます。